X のフォロワーさんはご存知かと思いますが、4月4日から9日の1週間、北京に行ってきました。目的は、博物館巡り。初日は、北京郊外にある中国空軍航空博物館を訪れました。最初に出迎えたのはこれ。なんだ、DC-3 じゃん。と言われる方も多いと思いますが、この機体は、リスノーフニです。1940年代、ソ連が、ダグラス社から、正式にライセンスを購入して開発した機体であり、インチ砲をメートル砲に直した他にも、エンジンをパワーアップしたり、強度を高めたりと、多くの変更が加えられ、この辺は、我が国の零式輸送機と同じですね。中国が、この機体を手に入れたのは1949年、ソ連からの軍事援助でした。1956年、中華人民共和国を建国した毛沢東が初めて登場した飛行機として野ざらしで展示されています。